岡田監督、引き分け言うても追いつかれてるからな。最後はお互いリリーフが粘り合い、リリーフ粘ってないやんか。フォアボール2つも出してあそこだけや。引き分けに持ち込んだ。引き分け言うても追いつかれてるからな。あっ、このフォアボール2つやろ。結局7回の梶谷の松下の審判は正直おかしい。他球団でも見ても結構ばらついてると思う。あれは投手泣かせだろう。それと辛くても四球2個も出したら失点はする。むしろ逆転までされなくて不幸中の幸いだった。そこら辺りはまた反省は必要かな。今日の中継ぎはほとんどボールから入っていたね。四球はヒットと一緒、とりあえずストライク先行で主導権を握らんと難しいよな。今日の試合はよく負けなかったが正しいでしょうね。今日の引き分けは勝ち試合を追いつかれたから、終盤に追いついたこれまでとはちょっと違う感じかな。負けなくてよかったけど、これからはこういう試合はしっかり勝ちたいですね。大事な場面でフォアボール2つ、しかもストレートのフォアボールは痛かった。ただ岡田監督はきついこと言ってもすぐには見切らないので、早ければ次の試合にでも満開のチャンスは与えられるはず。引き分けてよかったと思う。負けの流れやったからテルは気の毒やな。岡田さんからボール振らずストライク振るんよって言われて実行しようとしたら、高めボール球を見極めたらストライク判定。次の打席はボール球2球振って三振。三振するまで内容は悪くなかっただけに、あの審判に腹が立つ。そやな、明日試合ないのはラッキーやわ。この試合の後に東京ドーム直行はしんどい。あの球審でよく引き分けなんじゃないかな。そこに文句を言わなかった岡田監督もさすが。投手陣が踏ん張ってくれるから今日の中日のようなことにならない。感謝です。何にしても今日は球審がひどすぎたよ。めちゃくちゃプロじゃない。球審のストライクゾーンがクソすぎた。まあリードしていて追いつかれたので負けに等しい引き分けだが、負けなくてよかったということですね。負けないことが本当に大事。1と 0.5 ではだいぶ違うからね。ここで負けなかったことが後半につながるはず。中野とサトテルの三振がなければ変わっていたかもしれない。審判団へ抗議すべき。許されへん。負けないことが大事。審判はクソやったらしいな。今年引き分け多くない？審判も人間だから叩きたくないけど、さすがに選手がまともに野球できない。改善を求めたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。